はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。KK でございます。ということで、ドクトーズランクバトルやっていきたいと思います。すんげえニドキング刺さってる。ニドキング無限ダイナいきま。無限ダイナ入れるべきか。控えめだったらしか、顎と同速なんだよな、S バーンと。顎エースバーンと同速になっちゃうから。スカタンコ入れて、無限ダイナでいいのか。違う気がする。ペンドラーじゃね？これペンドラーじゃね？これペンドラーだ。これ無限ダイナいらない。この3匹でいきます。では対戦よろしくお願いします。あまりにも刺さってない、無限ダイナが。ペンドラーの方が多分最後の最後に加速で S 抜いて締めてくれる可能性があるんで。おパルシェン、パルシェンか。これカラヤブしてくれたらいいんですけど、その初手からツララバリ突っ込んでくるパターンもあるんで、まあツララバリ突っ込んできたら飛んできたでいいのか。いや、よくねえな。いや、でも引っ込めてつららばり受けてなんかわちゃわちゃできるかって言われたらできねえから、もう大地打っとくしかないよねっていうお話なんだよね。まあたすきで耐えられてからえぶしてくれたら超嬉しい、ありがとうここはね、ほんとツララバリで、スキルリンクだから5回確定だから、普通にツララバリぶち込まれたら負けちゃうんだよね。不意打ち打ちます。つぶてや知らん。オッケー。よしよしよし、パルシェン突破でかいよ。無傷で突破超でかいよ。完璧パーフェクトパーフェクトだよ。さあ、ラスに、バドちゃんとランドかな。ランドだよね。オッケーオッケー。ランドから出してくれるのは超、多分ランドで削ってバドで仕上げてっていうパターンなんでしょうが、それは全く意味ないということを教えてあげましょう。大地の力ね。オッケー、大丈夫と。さっき無傷で突破をしたおかげで、タスキが残ってるんで霊火で返せると。まあおそらく命の魂とこの化身ランドって基本的にはなので、一発で持ってって大丈夫と。その霊獣ランドとかだったら直帰とかなんか持ってて、ね、一発耐えられてっていうめんどくさいパターンがよくあるんですけど、あれいなかった。相手もあれを選択していなかったと。バドちゃんを入れてなかったか。バドちゃん入れてないんだ。まあスカタンクで詰められたら嫌ってなってるから入れないっていう選択肢もあるか。相手が不意打ち打ってくると思うんで、あと身代わりっていう択も嫌だし、ここは大地打っときます。まあそうだよね、不意打ちになっちゃうよね。オッケーオッケー。で、ここなんですけど、スカーフだったらもう、スカーフだった場合はもう不意打ち固定になってるんで、もうペン、どっちでもいいんですけど、まあスカーフじゃないと思うんで、ここはペンドラー出しからの、一旦守るを挟み、S を抜いてから、相手の変わったタイプ、変更したタイプによって技を切り替えていく感じにしましょうか。一旦守ります。やっぱ最後はペンドラーが詰めてくれる。これが理想ですかね、やっぱり。まあ、火炎ボール打ってくると思うんで、まあ、炎タイプになりますよねと。炎タイプになるんでしたら地震を打っていく感じかな。まあ、不意打ちをこの次のターン打ってきたとしても一発は必ず耐えてくれるんで、その辺は大丈夫ですね。地震打っていきます。さあ地震が通り玉持ちなんで一発で落ちちゃうと。対戦ありがとうございました。
はい、では第2試合目始めていきたいと思います。なるへそ、うわ悩むな、初手ガブカバンギなんだよね。ガブカバンギだから、うわ二度キング出してるけど、これペンドラーも刺さってんだよね。どうしよっかな、どうしまひょ。まあ二度キングから入り番劇来たらもうしゃあないって感じでいいかな。いやでもファイヤーさんもいるしな。でも初手ガブっしょ、初手ガブだと思うから二度キング無限大な。でなんやかんややっぱりペンドラーが全部後からやってくれ、お掃除してくれるのが優秀なんで、攻めの動き、攻めの独闘打ちでいきたいと思います。二度キング無限大ペンドラー対戦よろしくお願いします。まあガブ、そうガブが怖いんだよね。ペンドラー初手で出したいんだけど、ガブと対面しちゃったらちょっとめんどくせえことになっちゃう。でも二度キング出しちゃうとファイヤーあたり出してきたらめんどくさいなってなっちゃう。海王が来た、海王がから KO が、 KO がからか、ちょっと型を見てえな。スカーフかな、まあ、スカーフが一番戦いやすいっちゃ戦いやすいからね。まあ第一打ちます。スカーフ冷凍ビームかなこれ、わかんねえんだよな、この時点じゃ把握できないんだよな。多分スカーフっしょ。だから第一できるだけ削って第一不意打ちで、直帰はないから、まあ多分スカーフでしょう。なので第一不意打ちでダメージを削り半分ぐらいいったんで、直帰じゃなければ確定2発で持っていけるんで、ダイマックス砲でね確定2発やった気がするんで、この時点で基本的には無限ダイナを出していこうかなって思うんですけど、バンギがいたらバンギ交代されちゃうのがちょっとめんどくさいかなって感じかな。でもまあスカーフ出し突っ込んでくるっしょ。受けれるのがバンギラスぐらいだもんね。ダイマックス砲いきます。まあおそらくスカーフでしょう。あれ引っ込める準備をするってことはスカーフじゃない可能性も出てきた。メガネという可能性も出てきた。Sっていくつだっけ海洋が。これ引いてきたってことはスカーフの可能性低いな。バンギ、あ、でもバンギだからどうだろうな。バンギで受けれるからスカーフ海洋が残しておこうっていう選択肢になっちゃったのかな。S90 だよね。海洋がの S90 だから、最速にやってれば、上から二度キング殴れるから、まだスカーフか、そうじゃないかの判別ができないんだよね。さすがに、岩技は飛ばしてこない。さすがに地面技飛ばしてくると思うんで、ここペンドラ引きます。さすがに岩技飛んでこないと思うわ。ここで岩技飛ばしてきたら天才だと思うわ。さすがにね。ない。さすがに地面技。オッケーオッケー。で、しっかり受けてもらい。で、ここなんですけど、バカ力を受けられる可能性。あ、でもな、バカ力打ってくるってわかるかな。まあ、ファイヤー来たら来たで岩なだれ打ちゃいいし、地震が一番一貫してるから地震ですかね。ここバカ力を打っておきたいところなんです。いやバカ力でいいかな、一旦守る。いや一旦守るはちょっとダメだな、ちょっと守りに入りすぎてんな。守るだけにバカ力打ちます。あー引っ込めてくるか、地震だったか。まあいい、海洋がだったらいい、海洋がだったり守るという選択肢が入らなかったけ、そういう選択肢をしなかっただけマシだわ。ここで守るはちょっと本当に守りに入りすぎてるんだよね。まあバカ力で吹っ飛ばし、さああと一匹なんだ。
あと1匹次第なんだよね、結局。バンギとファイヤーとかだったらすごいありがたいんだけどな。なんだろう、ガブか。あー、ガブか。海王が多分スカーフなんで、多分この子タスキなんだよね。なので、無限ダイナに引くことはできないってなると、ここはもう地震で捨てるしかないか。地震打って、地震打って捨てます。まあ、そこそこ入った。まあ、地震でんだよね。さ、まあ、しゃあないしゃあない。多分スカーフじゃなくてタスキなんだよね。あとはもうバンギラスを突破できたらいいなって感じだな。できるかな。ダイマックスをあと2発ぐらいでいけるか。どうだろう。多分地震一発は耐えるんだよ。バンギの地震だったら一発は耐えるんで、ここダイマックス砲でまあガブ倒すじゃん。いや、これはありがたい。え、スカガブ？いや、スカガブなわけない。スカガブだったら地震打ってくるはずだもん。あそこスカガブだったら普通に地震連打してくるよね。いや、スカーフだからこそ激凛に切り替えたのかな。これ倒せるんだよね、普通に。多分2発で倒せるんだよ。確定3発だったけどね、ダイマックス砲で。だからこの一発で倒せるはずなんで、スカーフかな、ガブリアス。でも、海王がスカーフだった気がするんだよね。違うんかな。あれ、どうだ、わかんねえな。ほんと、ガブ次第。素の S は勝ってんだよ。素の素早さは勝ってるから、相手がもうスカーフ持ってるかどうか。あそこで引っ込めた意図がわかんねえ。砂隠れかてねえ。てめえ砂隠れか。いや、そんなわけねえ。そんなバナナみたいなこと。オッケー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 。もしかしたら砂隠れだったのかもしんない。その辺わかんない。スカーフじゃないのは確定したから。ちょっと怖いな。昔はいたからね、砂隠れガブっていうの。対戦ありがとうございました。